キャンプをしたいと思います。待たせだな。お前はいつも遅いんだよ。バーベキューの、料理をね作りたいと思っております。おつまみのウニでございます。素晴らしい。マユ出来上がりました。めちゃくちゃうまい。あたたつビクリオ大成功。うおー、そうだよな。そうだよ。堀くん、夜です。今やめや。結構な夜です。結構な夜です。キャンプ広場もね、消灯時間9時ということで。そうです。声トーン、はい、で外ではもうちょっとね大騒ぎできないので、テントの中に入って普通に楽しくトランプをやりたいなと思ってます。第1回ピストンズトランプ大会。負けたらちょっとね、この唐辛子をべったり塗った、なんかお菓子をね、うん、1枚食べるぐらいにしときます。じゃあいきまーす。1回戦ババ抜き。 OK。 ババ抜きって最後結局ババを取ったらいかんじゃん。うどんと一緒やろほぼ。そうなの。それでは始まります。ババ抜き大会スタート。えちゃん多いなこれ。俺多い。結構かぶってないけ。すげえ。えちゃんババ持ってます。大丈夫。えちゃんババ持ってます。俺多分ね少ないけすぐ終わると思うよ。はい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 。あ来た。なんか久しぶりならトランプし。おやばい。俺3枚だった。3枚だった。いい勝負いい勝負。やばいやばい。全然減らん。減らなくなった急に。よっしゃー、終わりました。終わんのか。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばい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 。うっしゃ。おじゃー、来た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 。やばいやばい。来い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 よ。よっしゃ、俺は当たった。おっおっしゃー。どっちかやろ。どっちかにだってジョーカーが入って。どっちかっていうかもう2人は分かっとるわけ。どっちが持っとうかっていうのは。いや、これは新しい。これは新しい。あ、どうなったらいいの。フィーフィーが。お、個人個人。フィーが飲んで。すみませんでした。一旦ちょっと見したいですよ。よし。イエーイ、こんにちは。やだ罰ゲーム。これやだ。自分で考え、自分が仕込んだんでしょ。自分でやっといて自分がかかるっていう。だって俺普通にこのさ、鬼からムーチョだけでもからかったのに、これやばいよ。仕込んだやつを。来ましたよ、あっちゃうからだよ。あれ、お、そんなに全然いけた。マジでゲージなんか無理やりよったろ。いやいや、絶対今から辛くなるって。絶対辛くない。本当に来ましたよ、来ましたよ。カレー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 だよ。カレー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 。誰がつけたとや。誰や。自分や。自分って。このポスターこれは誰が作ったのかな。これはあれか。このポスターはもうオフィシャルやな。オフィシャルやな。やっぱ愛を感じる。愛を感じるよ。うわすごっ。じゃあ、これはかわいいわ。こん時でもヒロシは、いやこんな時でもヒロシは全部これもうアピールしよう。ね、福岡魂忘れずに。みんなねこうやってつけてないのよ。ね、ちょっと待って。堀ちゃんだけどこの時ちょっと本当イケメンやね。堀ちゃんもキラキラしちゃう。キラキラしちゃう。なんかかっこいい。かわいいよ。かわいい。ちょっと待って、それサイゼリアのあのよくいるあのサイゼリアに貼られてる天使じゃないの。お尻プリプリのサイゼリアにいるよ。サイゼリア天使やな。わかりにくいってそれ。先ほど食い打ち大会で、いや ペグペグ打ち大会で負けたんですけど、参加賞としていただいた豚麺を温めたストーブで温めました。はい、
ペグって伸ばして。おお、だけどちゃんとバイトやん、すごい。で横に A ちゃんの、 A ちゃんが食べたいって言って、僕の食べたいって言ったまだ豚麺がありますよね。ゴリちゃんこれ何分なの、何分、ちょっと、あ、何分、いい匂いしてきた、多分3分、3分、3分、ちょっと待って、豚麺のいい匂いしてきたよ。うん、美味しそう。豚麺のいい匂いしてきた。あー、これ豚麺や、懐かしいですね。めちゃめちゃ小学校の時食べよった。えいちゃんはね、めちゃくちゃ駄菓子屋で、駄菓子屋でこれ30円だったよ。ストツーショーの時にストツーしながら食べよった。えいちゃんは一回小学校にあの通ってる時やっぱめちゃくちゃ持ってたから、一回学校から帰るやん。で、遊びに学校に来るんよ、校庭開放で。で、その時着替えてきよったの。で、その時着てきたのがベスト。へぇー、そうなんですよ。で、着替え、わざわざ着替えてきよったの。着替えてベスト着て学校に行った格好で、学校に行った格好じゃなくて T シャツにベスト、ベストめっちゃ格好かったのがあってそれを1500円で買って一回、どこで買ったんだ、長尾明治会館の横の、うん、のプレハブ、プレハブの、おぉ、俺もそこで通った、通ったろ、うん、その帰りに、あのチョッキやないじゃん、俺と同じ、それはかぶってますで、そして家に帰ったら全く同じの2着してしまったもう来た、お3分だった、行け、そんな話してる間に3分来ました、はい、そうだな、いやでもうまそう、これはめちゃくちゃいい匂いするよ、あーこれ懐かしい、あーこれ美味しい、これ絶対美味しいね、これ100%美味しい、誰の箸かわからない、俺の箸だと思う、そうなったろ、あの銀のやつと一緒になったろ、あった、それ俺の箸です、いただきます、じゃあ箸持っとった、俺はね、ちょっとそこら辺にあります、じゃあめちゃくちゃうまそうよこれ、ほらこれラッキーでしょ、めちゃくちゃいい匂い、めちゃくちゃうまそうよ、いただきます、だい、こっちにある、どうすか、トニー、うまい、この時間帯の豚麺やばい、やばいっすか、この時間帯の豚麺やばい、やばいね、あったあった、出ちゃった、俺箸あったよ、この時間の豚麺やばい、絶対、あ、今食えよって話や、来ました、これ絶対うまいよ、この豚麺、うまっ、最高や、えいちゃんのも美味しそうやな、えいちゃんの美味しそう、いい香りするわ、これ絶対うまいばい、絶対うまい、いただきます、てってれー、大丈夫、エイちゃんが箸探してる間にこれいっちゃいました、マジですか、だけんやん、映してください、それなんですか、とがらし、だからめっちゃ軽めてもないのよ、ゲームに負けてねえのに、入れた瞬間なんかむせたもん、うえあ、カッカ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 、でもさ、でもこれカッカ辛いよということで、ごちそうさまでした、美味しかったです、六三亭エイジの、はい、ハートに火をつけろ、おいついたぞ、大きくなってるぞ、おお、これが炎だ、いい音、殴るのかぎや、なんだろうな